キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ交流戦がいよいよ、はい、まあ、今日で前半戦、まあ、シーズンが日曜日で終わって、うん、明日休んで火曜日から交流戦が始まりますけども、うん、今年の交流戦ですごいことが起こります。すごいこと、はい、去年とか一昨年は起こってないんですか？いや、起こってない。もう今年は多分もうすごいやばいことが、俺はもう起きてほしくないけども、はい、まあ、このまま行ったらもうすごいやばいこと起きます。あ、分かった。何ですか？交流…え、これ当てちゃっていいですか？うん、交流戦中にソフトバンクマジックついちゃう。いや、それは使えへん。まだ使えない。だってもうそれは使えへんで、正直、うん、だってソフトバンクが18連勝しても、はい、日本ハムが18連勝する可能性もあるから。あ、交流戦は。あ、そっかそっか、うん、パリーグ全チーム18連勝する可能性があるから。そうですね、うん、それはさすがに、ね、うん、それはそれはさすがにないやろっていう、はい、うん、でもすごいこと聞くから。何すごいこと？交流戦が終わった瞬間に、だから半分当たってるよ、浜田さん。あ、本当ですか？交流戦が終わった瞬間に、はい、もうパリーグの、うん、あの優勝のもう目がなくなるっていう、ほぼ優勝の目がなくなる。ソフトバンク以外ね。ああ、そういうこと。だって現状、はい、ソフトバンクが、はい、6.5 ゲーム差やね、はい、うん、日本ハムに貯金19、うん、はい、あの優勝ライン貯金何個知ってる？20ぐらい、うん、まあ、23やね。23なんだ。83勝60敗で優勝やね、はいはい、うん、だから23が、はい、まあ、前後が優勝平均ラインやね、うん、もう貯金19やねんて、はい、確かに。もちろんここから負けたら減っていく可能性もあるけども、はい、うん、もうそろそろ優勝貯金ラインに行くね、はい、でこのままいったら100勝やん、はい、で交流戦ぶち切ったら、はい、もう楽しみなくなんて。そうです。そう、なんかこう優勝まだいけるかもっていう楽しみがね、うん、他の球団のねあれがなくなっちゃいますよね。そうそう、だからこので、うん、今日から週末、はい、ロッテとの3連戦だから、うん、これでもうソフトバンクが万が一3連勝したら、うん、まあもう本当に交流戦やらかしてくれないと終わります、はい、そうです。もう8月に優勝決まります。夏休みに。そう、ちょうど昨日プロ野球ニュースで言ってたのが、うん、今のこのソフトバンクのペースでいくと101勝で終わるペースらしいんですよ、うんうんうん、で100勝で終わるっていうのが前代未聞というか、うん、史上初らしいですね。そりゃそうだよ、うん、160何試合あったら100勝もあるけど、はい、140試合で100勝って、はい、そうですね、確かに。勝率どんなくらいやねんっていうね、はい、ところだから。だって今のペースで言っても101なんだから、はい、こんなすごいペースでね。交流戦でまた爆上げしちゃったら、うん、だって逆に100敗もなかなかしないんだから、うん、楽天ですら100敗しないんだから。そうですね、創設年90何敗ぐらいですよね。そう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 、だからそれが起こり得るのよ、はい、でも、うん、過去の交流戦の成績見てると、はい、1位、うん、ソフトバンク、はい、平均順位 3.4 位。あ、そう、全体の平均が 3.4 で、だから2005年から始まって5、6、7、8、9、10、10で16、17、18、19、だから1回中止は18回あんねん、うん、交流戦が、はい、18年あって平均順位が 3.4 位。わお、優勝何回してるんですか？優勝は 1,2,3,4,5,6,7,8 回。おお、半分。半分優勝してるんだ。一つのチームが。交流戦 B クラスに落ちたのが3回。はい。9、11、あの2007年、2012年、2021年。そんなに。9位、11位、11位っていう。へえ。でもこの2021年に11位には落ちちゃったんだけども。うん、ハム、ロッテも8位、10位だったから、うん、はい、まあ、そこまで大きな痛手がなかったっていうのもあるんだけども、うん、で2位がロッテと日本ハム、同率 5.6、はい、うん、で4位が巨人、5.8、うん、で5位がオリックス、6位、うん、だからここまでが、まあ、過去の交流戦でいうと貯金っていうか、まあ、貯金順位の A クラス順位なんだよ、うん、はい、この5球団だけだよ、うん、で5球団のうち4球団パ・リーグ、はい、が平均 A クラス順位 でその次来るのが西武、うん、6.6 位で阪神、中日、楽天、ヤクルト、横浜、広島っていうね、うん、ところが来るんだけども、交流戦ってまあ大体なんだろう、パ・リーグ優勝してるイメージはあるんですけど、うん、ここ1、2年って結構セ・リーグ来てる気はするんですか？去年はパ・リーグ、はい、で、2021年、22年がセ・リーグなんだ。うん、そうか。俺なんでこれセ・リーグが勝ってるか俺知ってんだよね。え、21、あれどことどこでしたっけ？横浜でしたっけ？21、22年は、はい、21年はオリックス優勝、はい、で22年はあのヤクルトが優勝。ヤクルトか、うん、はい、うんうん、でも21、22は
あのセリーグが勝ち越してるのよ、はい、でも21年のセリーグが勝ち越してるのは、うん、もうソフトバンクが弱かっただけ、あ11位だから、その分マイナスになっちゃって、うん、あのソフトバンクがこれ普通に勝ってたらセリーグ勝ってたの、そうそう、あパリーグが、ソフトバンクその時人が全然揃ってない時でしたっけ、そうそうそう、うん、コロナ禍だからね、うん、あとはこのコロナ禍で、はい、あの鈴木のどなかすで出歩けなかったセリーグが体力満タンっていう可能性そんなわけないやろっていう、そんなん関係ないやろっていう人いるんだけど、俺はその人たちに言いたい、あなたがもしサラリーマン、もしくは会社の、もしくはその自治会の慰安旅行出張で年に1回札幌と福岡ありました、博多が、すすきのと中洲に行かへんやついるかっていういやもうここぞと行きますよね、うん、でしかも泊まってるホテルがすすきのと中洲のもうほぼど真ん中が近場や、はい、あれ徒歩で行けんねんで、へーラーメンだけでも食べに行こうかとかあるやん、はい、別に飲み屋行こうかじゃなくてもね、うん、食事だけでも行こうか、はい、出るやろ、出ますね、セリーグの選手、うん、今角年で行ってるから、はい、2年に1回しか行かへんねん、あーそっか、出るやろ、うん、絶対行きますね、うん、でそれが、はい、金土日のナイターデーデーでも行くやん、はい、行きます、うん、それの体力が落ちてたけども、うん、コロナ禍で強制的に出られへんから、うん、はい、よかったんちゃうかって、あ、なるほど、まあ、それが全部じゃないけど、はい、1ミリぐらいあるんちゃうかって俺は思ってる、二日酔いとかないみんななくて万全の状態で臨んでるって、だからあの今回の交流戦のテーマは、うん、はい、セリーグがストップザホークスをできるのかっていう、いや本当そうですよねもう、うん、パリーグ相手にはもうスコスコやで、うん、このロッテ戦どうなるか分かんないよ、まあ、佐々木朗希、小島も投げるから、うん、ここで負け越すのか勝ち越すかによっても変わるけども、はい、まあまあ大幅そんな大きな順位予想も変わらず交流戦にパリーグの順位が入っていくと思うから、もうセリーグは逆に言うとホークスにカード3連勝できたらそのチームは交流戦で抜けれる可能性ある、そうですね、他が負けちゃうからね、だから一番最初巨人対ホークス、はい、おー、そっか、もうセリーグのどの球団もホークスに勝てるかどうかで他と差をつけられるというかどうかが決まるから、うん、もう全勢力ホークスになってた方がいい、そうですね、うんうん、だからそこをホークスがこのまま、まあ、大体優勝ラインが12勝だから、うん、12勝6敗が優勝ラインなの、はい、っていうことはあの全6カードしかないから、うん、全カード勝ち越し、うん、2勝1敗で、はい、ってなったらまあ優勝ライン、うん、で13したらかもう 100%、うん、ほぼできるっていうところだから、はい、まあ、そこをホークスに勝ち越せれるのか止めれるのかが、うん、今逆にセリーグ混戦だから、はい、セリーグの1位から最下位までが確か7ゲーム差だったんだよね、うん、昨日ヤクルトが負けちゃったから、はい、あの7ゲーム差で、まあ、2位が広島 2.5 ゲーム差、巨人は首位と3ゲーム差、うん、で DeNA は 3.5 ゲーム差で、中日が5ゲーム差、うん、でヤクルトが首位と7ゲーム差だから、うん、まあ、交流戦次第では6ゲームぐらいは縮めれたり広げれたりできるから、うん、今のセリーグはヤクルトまで全然交流戦でジャンプアップできる、もしくは首位に行く可能性も十分あって、うん、はい、ってなったらやっぱホークス倒さなきゃいけないから、うん、まあ、それ倒せるのかっていうね、そうですね、どうやったら倒せるんですかって聞かれるやん、はい、で俺プロ野球ニュースで言ったって、はい、知らんっつって無理やっつって抑えられへんっつってそうですね、打ちまくるでっつって、まあ、その中ね、うん、どういうふうに抑えていくかっていうのがポイントになるね、うん、そうですね、であとは、うん、西武は、はい、もう一個のテーマ、はい、どうする西武がもう一個のテーマね西武は本当に交流戦で12勝6敗ぐらいいかないと出したくないんだけど俺も、はい、もう早々に、うん、もう勝負ゲームですっていう動画が上がっちゃう、うわーもう西武毎年恒例の、うんうん、そのもうまずは記録上消化ゲームじゃなかったとしても、はい、もう消化ゲームですって言われちゃいます、うん、現状、1位と8、12、13、17.5 ゲーム差です。1位と 17.5 ゲーム差やで、はい、相当きついよ、うん、で、3位と 9.5 ゲーム差です。うわこれも相当きついよ、 B クラスなりそんな離れてるんですね、うん、3位と4位のオリックスでも4ゲーム差離れてるから、はい、結構このカースイ、モクで A クラスが全部勝った、うん、勝ち越して勝っちゃったから、うん、だからガッて広がったとこもあるけども、うん、西武は本当にだって12勝6敗で優勝ラインで乗り切ったとしても6しか貯金ないから、はい、うん、今借金が16あるから10になるだけだ借金が優勝してもそう優勝してもまだ借金10ある10ぐらいってことか今借金10ってことは楽天が今借金7だから、はい、楽天の借金よりも今のね、うん、まだ多いからね多いってことか、うわだから正直交流戦優勝したとしても、うん
4位に行けるかどうかなんだよ。そうですね。しても、うん、でもそれを行かないと後半戦巻き返し効かないから、うん、はい、西武は本当にね、逆に6勝中8敗とかだったら、うん、もうゲームオーバーになっちゃいますよ。そうですね。もう早々に。でも西武がめちゃくちゃ連勝するとするじゃないですか、うん、それでも他のパリーグの球団も連勝しちゃってたら、うん、差は縮まんないですからね。縮まんないの。でもしないといけないから、逆に言うと、うん、まあもうこれはもう事実だから言うけど、はい、セリーグは西武に負け越しちゃうとやばいよっていう、やっぱそこしっかり勝ち星拾っていかないと、うん、でも西武は投手陣いいから、はい、まあ、打線のつながりがないっていうのと、うん、まあ、パンパンでたまに打つけども継続性ないから、うん、でも投手陣いいからそこで接戦で負けるっていう可能性もあるから、 そうですね、そういったところでは油断はできないんだけども、うん、西武とかに本当に3連敗とか負け越していくようなが出てくると、うん、やっぱセリーグはついていかなきゃいけないからね、はい、上にこの6ゲーム差の中にね、うん、ちょっと脱落しちゃいますよっていうところは、うん、あるよね、はい、交流戦って結構流れ変わりますからね。そうそう、18試合しかないけど、うん、されど18試合だし、はい、でしかもこのね、交流戦が何が大事かっていうとデータが証明されてるんだけども、はい、あの広島がやっぱり最下位なの交流戦、はい、平均順位が 8.6 位、へーで、勝ち越したシーズンは4回しかないのよ。なんでなんですかね。それはもう弱いからだよ。そう、去年はないですか、広島。去年は7位だから、だから去年は俺が言ってたように、去年、一昨年はあのセリーグの中では5割だったけども、はい、交流戦で借金6がついちゃって、それがそのまま乗ったから、うん、交流戦うまく5割で乗り切れたら俺は A クラスとか優勝絶対あるって言って結果2位だったからね、うん、その通りの結果になってる、うんうん、でしかもあの広島が3連覇した、15、16、17の3連覇した時も、はい、7位、3位、2位なのよ。じゃあそんな7位の年もあったんですね。そうそう、だから交流戦で結果残してる時っていうのは、はい、カープは必ず優勝もしくは2位になってるのよ。あ、そうか、7位で OK なのか。7位 OK、 カープは7位でも5割だから、うん、この7位はね、うん、だから借金してないから、はい、それで2位か3位に、うん、近年のこの10年でいうと広島が貯金を借金しないで交流戦終わった場合は、うん、もう A クラス 100% なの確定、うん、だからこの広島も今現状2位だけど、はい、交流戦を貯金を作れたら優勝ありえるんだ、うん、はい、で、楽天が日本一になった2013年、うん、交流戦2位です。2位 か、 おだか結局それで優勝にいってるわけじゃん、はい、うん、さらに勢いづいて、そう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 、うん、で、巨人が3連覇した時も1位3位1位です。おで、原さんのもう1回の時の2連覇した時も3位、うん、19年で、はい、コロナ禍で試合がなかったから結局ジャイアンツが優勝してる時も、うん、交流戦をめちゃくちゃ優位に戦えてんのよ、うん、で一昨年とか B クラスだったけど10位とかになってるから、はい、結局ダメな時は交流戦もダメだし、交流戦めちゃくちゃダメだったのに優勝してるのか。去年の阪神、そうでしたっけ。去年阪神交流戦10位。ああそうなんだ。でも去年の阪神は9月から一気にド連勝しまくったから、うん、結局最後のだから、そうなると交流戦やらかしちゃうと最後のありえない連勝が必要になってくるんで、はい、それって簡単じゃないから、うん、そういう意味では交流戦をしっかり戦ってた方がいいし、阪神なんか連敗やりましたもんね、夏場とか、うん、交流戦のあたりか。で日本ハムが強かった2007年とか8年とかも結局1位3位とか、はい、そうやっぱ強かった時はで、広島と一緒の時が大谷がいてね、うん、勝ってた時だったけども、その時も2位とか5位とかだ、うん、交流戦、うん、でヤクルトが優勝した時も1位と5位だ、へー、結局は、うん、だから交流戦良かったら絶対優勝するとかはないけども、うん、比較的統計見てると交流戦にやっぱり貯金を作って終わってるところは、うん、やっぱりシーズンを乗り切れてる可能性も高いし、うん、オリの3連覇も4位9位1位だから、うん、これ2022年の9位の時ってギリギリ優勝じゃん、はい、だからまあ危なかったよね。危なかったですね、うん、だからそういった意味ではやっぱ交流戦にいい形になったら、うん、広島でも交流戦高かったら、うん、全体の交流戦の状態は悪いけども交流戦乗り切ったら優勝もしくは2位になってくるし、楽天でもやっぱり優勝した時は交流戦めちゃくちゃ調子良かった、うん、巨人でもそうだった、はい、ね、日本もソフトバンクもそうやった、ね、ってなった時にはいい形に、うん、だってロッテだって2005年2010年日本一になってるけどどっちも1位と4位だからね、うん、で2022年もあと1回勝ったら優勝かっていう時も3位なの、うん、交流戦は、はい、だから何気に全部が全部じゃないけども去年みたいに横浜ね、でも横浜も去年1位になったから俺は3位に入れてると思う、うん、A クラスに、はい、
だからこれ交流戦やっぱ上位で乗り切ると A クラスに入ってくるから、うん、特にこの今の混戦セリーグの中では交流戦貯金を持って終われるかどうかはめちゃくちゃ大事、うん、いや大事ですよ。シーズンに向けた、うん、ほぼもう5位以内に入って貯金作ったら、うん、A クラス保証されるんちゃうかぐらいの、うん、言っても過言じゃないし、はい、でパリーグはホークスが優勝とかしちゃうと、うん、もうパリーグ情報扱ってくれませんよって面白くなさすぎて、うん、パリーグの他の球団はセリーグの球団に、うん、お願いホークスを通してそう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 だから逆にねセリーグが勝つためにはホークスが倒さなきゃいけないから、はい、うん、だからホークスのローテーションで言うと、はい、一番最初巨人だから、はい、ここどうなるかだね、うん、で戸郷が今日なのよ、はい、だから前倒しで、うん、木曜日ホークスに行くのか今のままで行くのかも、ね、まあ、別にホークスに負けても、はい、他も負けてくれたら関係ないから、うん、菅野投手は行くんじゃないですか。菅野が一回その、ね、発熱で抹消されてるから、はい、うん、それがどこまで回復してるかにもよるから、まあ、確かに一概に、ね、言えないんだよね、うん、だホークスが巨人広島、うん、週末、はい、だから広島が、まあ、この3連戦でいうと大瀬良、栗、アドバ、おでも今の絶対的なやつ床田だから、そうなんですよね、床田はホークスに、うん、でも大瀬良も今年いい感じでここまで来てるからね、うん、で、その次が、中日、DeNA、うん、でヤクルト、阪神か。中日 DeNA だから中日はこ、まあ、多分こずっと6連戦だから曜日で言うとこのままの6連戦が続いていくから、はい、火曜日が高橋宏斗で小笠原、うん、涌井誰が行くんやろな、うん、あずっと5連戦だったんだ、だから梅津とかが投げてたんだ、うんうん、だからどっか誰かが行くかも分かんないねでもあのホークス打線怖いだろうなピッチャー、でも行くしかないからね、うん、まあ、でも東京ドームペイペイ、うん、ソフトバンクあれだから、バンテリンだから、うん、ちょっと広いよ、うん、そうですね、うん、ちょっと広い、うん、 まあ、その広さをもう超越するけどねあいつらは、はい、だからどうなるかだね、うん、まあ、そこら辺だね。でもやっぱりこれやっぱ上5位以内、セ・リーグは本当に5位以内に入ってると、うん、はい、もう A クラス、まあ、他のね全5チームがセ・リーグが A クラス入っちゃうとあれだけど、うん、まあ、2チームぐらいで A クラスにいると、うん、はい、まあ、シーズンも A クラスに残れる可能性高いから、うん、広島とか如実に出てるからね、うん、そこら辺がどこまで頑張るか、今調子いいしね、うん、大事だっていうところもあるし、はい、本当にパリーグはホークスに突っ走られたら終わっちゃいますよっていう、と一歩間違ったら本当そうなんですよ、もう交流戦全勝するぐらいの勢いでいかないと、うん、ホークスファンはね、はい、もう最近 SNS で見てると、はい、ホークス以外の5球団のファンの人たち、はい、まあ、全員じゃないと思いますけど、うん、ホークスにのファンの人たちが、うん、いやいやまだ油断できないっていうコメントがあると、あ、謙遜してんですね、腹立つらしい何が油断できへんねんみたいな逆にしろっつって、はい、まあでもまだ交流戦本当分かんないから、はい、セリーグはどうなってもどうなんだろうなっていう感じになるけども、うん、まあ、交流戦の A クラス入ったらシーズンも A クラス固くなるよっていうのはあるけども、うん、パリーグは西武がもしついていけなかったらもっと10勝以上しないと本当に消化ゲームになっちゃいますよっていう、はい、まあ、他のチームも、ね、うん、全チーム5敗、5勝ぐらいしかできなかった話は変わるけども、うん、自分たちだけ乗り遅れたら本当に終わっちゃいますよっていうのと、うん、自分たちだけ行き過ぎたらホークスも逆にパリーグ終わっちゃいますよっていうね、はい、ちょっとどんな出口があるのかね、そうですね、交流戦突き放せるし突き放される可能性もあるから本当に怖いですからね、そうそうそう、でしかも、うん、パリーグがねピッチャー入る打席に入るって言ってもそんなマイナス要素じゃないんだよ。ああ、そうですか。過去ホームラン多分9本あるんだけど、うん、8人がパリーグだね、うん、で多分去年かなんかが小川が打ってやっとセリーグのピッチャーがホームラン打ったんだけど、うん、何気にパリーグのピッチャーって打席に入ったら打つのよ、はい、ノープレッシャーだから、ああ、もう打たなくていいや普段打ってないしっていう、でバントできなくても、ね、うん、まあ仕方ないかってみんな思うやん、はい、日頃打席立ってないから、うん、だからでもセリーグのピッチャーって日頃打席立ってるからバントとかもちゃんとやんなきゃと思うけど、うん、でもそこにプレッシャーないのと、はい、もともと好きな奴らが喜んで打席行くね、うん、なんかそう聞くとバッティング久々に練習してめっちゃ楽しいですみたいなこと言いますもんね、うん、そうそう、でしかもノープレッシャーやん、はい、別に誰もできると思ってないから、うん、できなくても何とも思わへんや、はい、そういったところのだから DH が解除されるって言っても、うん、あんまりマイナスにならないのと、うん、で今年セリーグで言うと DH があることによってちょっとプラスになるようなところで言うと、はい、まあ、俺は DeNA は結構プラスになるんちゃうかっていう、うん、そうですね、だから筒香か、まあ、オースティンが DH に入っ
で、まあ、外野今関根とかも出てないから、うん、関根が出たりとかっていうね、で佐野がファーストに回ったりしながらっていうところもあるから、うん、DeNA は俺はセ・リーグの中で台風の目になるんちゃうかっていう。そうですね、こうなんか使いたくても使えてない選手いますしね、 DeNA って。そう、うん、でもしこれは牧がねハムストリングだから、そんなもし長引かなかったら、うん、交流戦中に帰ってこれたら、うん、牧が DH にだけ入るっていうこともできるから、はい、うん、結構俺はセ・リーグは DH が、あの DeNA が台風の目になるからっていう、うん、逆にジャイアンツが DH をうまく使えないんちゃうかっていう。レギュラーが1人増やさないといけないですからね。そうだから誰入るってなった時に、うん、もう丸とかってなってきた時に、じゃあ代わりの外野がそんな熱くなるかっていうと、うん、そんな熱くならへんや、うん、ってなった時に巨人は DH があったからってなんかそんなそう熱くならへんのちゃうかって俺は思うんだよね、うんうん、で、あの逆にホークスは DH なくても、はい、うん、そんな DH に頼った戦法じゃないから、そう、ね、層が薄くならへんねんあのウォーカーとかがいてボロカス打ってて、いや守備守れないからなとかあるけど、うん、DH 使わなくてもそんな困んないから、うん、ホークスもそんな戦力ダウンしなさそうやなっていう、うん、クリーンアップで打って脇もまあまあ出て出てって感じですからね。あとヤクルトはちょっと山田がコンディション不良を持ってるから、うん、山田を DH にしたら守備の負担なくなるから、うん、何気にヤクルトも山田を DH で使えようって考えた時に、うん、まあまあこの今のこのねコンディション状況をうまく使えるなっていうところもあるし、うんうん、ロッテもそんなに DH がないからちょっとあんまマイナスにならないね、うん、ポランコも外を守ってるし、はい、別に DH があるからってそこにめっちゃ打つようなやつがいるわけでもないし、うん、でも阪神は、はい、多分原口とか糸原が DH に入ってくるから、うん、で2枚看板いるから代打が別に薄くなることもないし、うん、何気に阪神も DH うまく使えるんちゃうかっていうね。この前も大山も休んで原口がね、はい、ホームラン打ったけど、ね、ね、うんうん、だから何気に阪神も DH うまく使えそうだし、はい、うん、中日どうやろうな、 DH うまく使えるのかな、いる、いますよ。誰、カリステ大島、カリステも守ってもいいんちゃう。あ、石川とかも使いたいからか。石川もいるし、高橋が帰ってくるし、うんうん、中田翔帰ってこない、なかなか帰ってくれたら DH でね。そうですね、いいけどね、うん、ビシエドさんもいるんで。あ、ビシエドね、でもビシエドファースト守った方がいいよ。そうで、中田さんはね、うん、そうそうそう、だからなかなか帰ってくれればね、うん、めちゃくちゃ熱くなるけどね、うん、うん、広島は松山かな、うん、DH が何気に日本ハムも DH うまく使えると思うんでね、うん、で DH はなくなってもそんな困んないと思うんだよ、はい、正直、うん、日本ハムも、うん、山崎福也投手バッティングいいですよ。うん、だからそのバッティングいい方のローテーションにいるかどうかが問題になってる。あ、確かにでも置くんじゃないですか。いやいや、もう無理やり6連戦だから、もう今からローテーション変えないよ、うん、曜日そのままにしないといけないか。だからまあ1回ぐらいは少なくても立つだろうけどね、はい、うん、いつも打ちますからね、うん、マルチアンダとか。だからそこら辺も DH あるなしの優位性があるかないかを見てやっていくと面白いよね、打順もね、うん、だからまあ俺の予想は優勝大本命はホークスや、うん、もうこれはもう仕方ない、仕方ないというかそれ以外ない、はい、ワンチャンありそうやなと思うのは俺は DeNA、 打線がいい、そう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 、うん、ダークホース的だね、うん、大笑的なのは DeNA ワンチャンあるんちゃうかっていうね、はい、うん、あと日本ハムがどこまで書きま、だからもう大本命ソフトバンク、うん、本命阪神、うん、で対抗日本ハム大穴 DeNA な、うん、感じ的には、はい、日本ハムが何か起こしそうな気がするんだよね、うん、ここは今年なんか勢いありますからね、うんうん、であとジャイアンツとかは交流戦で立て直せるかどうかが大事だし、うん、まあ、西武頑張れっていう、ね、もう頑張れ頑張れっていうねであの本当あのパリーグはホークスに置いてけぼり食ったら終わっちゃうよっていうね、うん、そうですねね、ということで皆さん、はい、交流戦楽しんでいきましょう、はい。